ジュール・オーギュスト・アルマン・マリード・ポリニャックは、フランスの王統派政治家、貴族、極端な反動政治を行った、フランス復興世紀の首相、第三代ポリニャック公爵。ベルサイユで、ポリニャック公爵と、妻ヨラントド,ド・ポラストロン夫人の次男として生まれる。幼い頃は、母の特権的地位のおかげで、ベルサイユ宮廷に、部屋13箇所を持った環境の中で育った。 姉のアグラエも、名門大貴族の義手公爵家の後継者である、アントワーヌ・ド・グラモンに嫁ぎ、ポリニャック家の将来は盤石だと考えた。しかし、フランス革命が勃発すると、一族はオーストリアに亡命し、母さえ急死した。革命によってもたらされた家庭の不運とともに、生涯全般にわたって繰り返された亡命や放浪と、東国は彼をして、 厳格な政党主義者の姿勢を固めるようにした。以後、ナポレオン地下のフランスに帰国、反革命運動に加担した。アグライが火災で、事故死した翌年の1804年には、ジョルジュカ・ドゥーダルとジャンシャルル・ピッシュグルの陰謀への関与を疑われ、1813年まで投獄された。1814年に、ナポレオンが失脚すると、陸軍少将に昇進して、 第10軍団長に任命され、南西部地方の軍区を管轄した。100日天下の間は、ヘントに避難したブルボン家を随行しており、この時期からポリニャックはもっぱら、アルトアハックの側近でありながら自分が加入した、信仰の騎士団のような超王党派の中心人物として活動した。1820年に、教皇ピウス7世により、ロマン公爵の称号を与えられ、 1823年に国王ルイ18世により中英大使に任命された。大使在任中、ギリシャ独立戦争をめぐる新生同盟各国との外交調整を担い、ギリシャの自治を承認するロンドン条約にフランス全権代表として調印した。1824年、アルトワ博がシャルル10世として即位したが、新しい国王は自由主義勢力を恩恵に扱う。 ビレールハクとマルティニャック施策の内閣を不信していた。1829年8月8日、ポリニャックは議会の休会期を乗じてパリに召喚されて外務大臣となり、11月には首相に就任した。この人事は絶対主義に基づいた王権神授説に執着する偏狂な人物として知られるポリニャックに対する反感、特に アンシャンレジーム末期にマリー・アントワネット王妃の長身であった彼の母が宮廷の混乱を煽ったことから起因した亡霊を連想させることで極めて否定的な視線に直面した。しかも閣僚の人選においてワーテルローの戦い当時に師団長として同僚を裏切りプロイセン軍に投降した履歴のあるブールモン将軍が 陸軍大臣に起用されたことも世間の国標を買う要因となった。議会の自由主義議員はもとより、シャトーブリアンなどの応答派一部からさえ、霊笑的な反響を呼ぶほどだった。折から、フランス経済は1827年以来、農産物の不作と深刻な不況に陥っており、労働者やブルジョワ階級を中心に、王政への不満が高まっていった。 ポリニャック内閣は国民の不満をそらすため1830年6月にアルジェリア遠征を実施する一方、7月には7月直例を打ち出した。これは報道の自由の制限、会員の解散、4分の3の有権者からの投票権の剥奪、新しい有権者による会員選挙の実施という4つの制限を国民に課し、フランスを 絶対主義の時代に戻そうというものであった。ここに至って国民の怒りも頂点に達し、ついに7月革命が勃発した。貴族院での裁判の結果、終身刑を言い渡されたが、1836年の大社で国外追放に減刑され、イギリスに渡った。後にパリに住まないことを条件に帰国を許可され、1 8 4七年三月十九日に、 パリ西部近郊サンジェルマンアンレーで没した。ありがとうございます。